購入したい車種はガシガシ使いたいので基本的に中古を考えておりまして、スペシャライズドベンジエリートターマック系メリダスクルトゥーラ4000ジャイアント TCR などです。結構ねいいのありました。まあまさにコメントの中でスクルトゥーラ4000って書いてあるんですけど、2020年モデル、168センチなのでちょうどいいんじゃないですかね。なんかもうこれが一番いいんじゃないかっていうぐらい安いですけど、はい、まだありました。こんにちは、松永です。サイパラ相談室のコーナーです。いつも皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。こちらのコーナーでは皆様から寄せられたご相談やご意見に対しまして僕たちなりのお返事をしていくコーナーでございます。今日はメールをいただきました。いつもはだいたい YouTube のコメント欄でご相談をいただくんですけど、早速ですねお返事をしていきたいと思います。こちらのメールでよろしかったでしょうか。間違っていたらすみません。はじめまして、こんにちは。いつも楽しく勉強させてもらっています。今は知り合いに譲っていただいたキャド10に乗っていますが、古い車体なので購入を検討しています。ご意見をいただきたくメールいたしました。購入したい車種はガシガシ使いたいので基本的に中古を考えておりまして、スペシャライズドベンジエリートターマック系メリダスクルトゥーラ4000ジャイアント TCR などです。使用目的はサイクリングからレース、ツールド沖縄市民までいろいろと使ってみたいです。予算は20万から25万。移動範囲は普段は50キロから100キロですが、200キロまで走ってみたいです。身長168センチ、体重68キロ。少し山になっているところに住んでいて、必ず坂を登ります。なので車体も平地も割と走れて、山も登れる方がいいかなと考えています。初めて日が浅いのでわからないことだらけです。アルミカーボンどちらがいいのかも迷っています。ご意見よろしくお願いしますということですね。まずは、今回メールをいただきましてありがとうございます。珍しいですね、メールを頂戴するのね。はい、ということで、知り合いに譲っていただいたキャド10に乗っているということなんですけども、キャド10って言ってもね、古い車体ってありますけど、キャド10は何年ぐらいまで出てたのかな、2015年ぐらいまで確か出てたと思うんで、そんなに古いイメージないんですけど、まあ今出てるのはね、キャド13ですからね、10、12、13と来て、まあもう、キャドシリーズの2世代前ということになりますのでね、古いんでしょうけども、まあどうなんですかね、キャド10、譲っていただいて、日が浅いということなんですけど、キャド10、いいフレームだと思いますから、ガシガシね、それを乗られるといいと思うんですけども、中古で、考えておりますということなんで、まあ、せっかくなので、ちょっとね、見ていきたいなと思うんですけど、まずですね、山を登れるとなると、検討している車体にベンジってありまして、まあ、なぜかベンジだけ、ベンジエリートという具体的なモデルが表記されてるんですけども、まあ、どのぐらい登るのかにもよると思うんですけど、まあ、僕らが考える山っていうのだと、ベンジはちょっと苦手なタイプだと思いますから、それ以外がいいんじゃないかと思います。それから、アルミかカーボンかというご相談もありましたけども、今回の内容に沿うとやはり、まあ、カーボンがいいんじゃないかなと思います。まあ、レースもね考えていらっしゃるということでしたので、まあ、ツールド沖縄というねラインレースだと思いますから、どちらかというとカーボンの方がいいのかなと思いますね。で今日は3月17日ですね、金曜日、サイクルパラダイスで現時点で在庫しているちょっと良さそうなものをですね紹介させていただきたいと思います。まあ、この方リムブレーキでもなんか良さそうな印象があったので、リムブレーキもちょっと紹介していきたいんですけど、結構ねいいのありました。まずはメリダスクルトゥーラディスク4000、まあ、まさにコメントの中でですね、スクルトゥーラ4000って書いてあるんですけど、スクルトゥーラディスク4000、2020年モデル、なんと158,730円、安いですねこれ。これカーボンですからね、こういうのがありましたね。でしかもですね、XS サイズということで、168センチなのでちょうどいいんじゃないですかね。105の、まあ、当然ディスクブレーキ、この先もまだまだ乗れるというところですね。なんかもうこれが一番いいんじゃないかっていうぐらい安いですけど、はい、まだありました。これいきましょうか。ジャイアントの TCR アドバンス2コム KOM ですね、キングオブマウンテン、なんと2022年モデルっていうのがありますね。ジャイアントの TCR も希望に入ってましたね。105なんですけど、こちらは残念ながらリムブレーキですね、
まあ、残念かどうかっていうのは本人が決めることだと思いますけど、リムブレーキモデルサイズが470、もしかするとちょっと大きいかもしれないですね。ただまあ168センチ、手足の長さによっては乗れるサイズかなと思います。それからターマック系っていうのがありましたんで、これも紹介します。スペシャライズドのターマックコンプ2018年モデル、こちらはなんとアルテグラ組ですね。2018年ですけどアルテグラ R8000 です。リムブレーキですね。サイズが54なのでちょいでかいかな、52が理想かな、68センチですね。まあ一応こういうバイクがあります。あとはトレック、あの希望の写真には入ってませんでしたけど、エモンダもねいいと思います。エモンダ SL5 2020年モデル、20万切ってますね。105 R7000 ですね。リムブレーキ50サイズということでちょうどいいぐらいだと思います。まあこういった具合でですね、20万円を切るぐらいから、このメリダスクルトゥーラはめちゃくちゃ安くていいですよね。20万円を切る、ね、中には15万円という価格帯のものがありましたけども、25万円くらいまで見てみますとたくさんありました。紹介してないだけでまだまだねたくさんありましたので、ぜひまずサイクルパラダイスのですねサイトを覗いてみてもらって、気に入ったものがきっとあると思います。はい、なのでまあね、この動画を見て、あ、中古もいいんじゃないかと思うような方がいれば、ぜひですね、毎日本当にたくさんのバイクが入ってきますけども、どんどん出ていきます。まあね、今こういう時期というのもあってですね、たくさんバイクが売れてってしまいますので、ご検討の方はぜひお早めにポチッと。